各馬ゲートに収まり、スタートしました。人気のイグイノックス、まずまずのスタートを見せています。先行争い、さて何が行くのでしょうか。ユニボーンライオン、今回は逃げるか。ウナエレーで先行体制です。黒いメンコア、アフグビッグターモア、この位置です。右フォローに内を行きます。ウノイザホーン、外から追う形、内側にダノンザピッポ並ぶ形、ディープボンド、この位置からジャスティンパレス、外から追う形。各馬これから第一コーナーに向かっていきます。その後方からウネークが続いています。外の方からイグイノックス、その後ろからベラーヴール、ヘラルディーナ、ラチドイの追走、その外にスルーセブンシーフ、続いています。内側のこの位置にイオンリフ、そしてシンガリにライラック、こういった体勢です。火花を散らす15頭、班長はどういう思いでこのレースに臨んでいるのか。さあもう一度先頭から見てみましょう。現在先頭はユニボーンライオン、唯一の3歳馬ウナエレーでこの位置にいます。ダノンザキッド、ミグフォロディ、内を行きます。アフグビッグターモア、外から追う形、外から追走、ウローザホーン。さあ徐々に後続が差を詰め始めます。依然として先頭はユニボーンライオン、リードは3馬身、これを追って2番手にウナエレーで、ブレークアップ、早くも上がっていきます。そして間からスルーセブンシーズ、イグイノックス動いた、手応えはどうか。ウローザホーン差を詰めてきた。ここから激しい位置取り合戦、各馬第4コーナーを回りました。イグイノックスここから前を捉えきれるか。ウナエレーで上がってきている。ダノンザキッド現在3番手、外からウナエレーでジャスティンパレス追走。さあ残り200、イグイノックス伸びてきている。イグイノックス先頭、先頭はイグイノックス、ガッツポーズでゴールイン。イグイノックス快勝、勝ったのはイグイノックス、続いてジャスティンパレス。勝ちタイムは2分10秒7、勝ったのはイグイノックス。各馬ゲートに収まり、スタートしました。人気のイグイノックス、まずまずのスタートを見せています。先行争い、さあ何が行きますか。内からユニボーンライオン、外を通ってはウナエレーで出てまいります。後にはアフグビッグターモア、内に8番ダノンザキッド、外目からはイグイノックス、内側のこの位置にイオンリフ、ブレークアップ、その内を通ります。ミグフォローにラチドイの追走、半馬身ほど遅れてディープボンド。各馬1コーナーを回ってこれから向こう上面へと展開します。外外を回りまして、ブローザホーン、内に6番ベラーヴール、黒い馬体はジャスティンパレス、 2,3 馬身ほど離れてジェラルディーナ、黒いメンコはスルーセブンシーズ、この位置です。そしてライラック、少し離れて最後方、先頭からしんがりまではおよそ15馬身。各ジョッキーの意地のぶつかり合い、熱いレースが期待できるでしょう。さあもう一度先頭から見てみましょう。先頭変わってウナエレーで、2馬身後方にユニボーンライオン、その後ろにはアフグビッグターモア、後にはダノンザキッド、その後ろにはイオンミフ、その外にイグイノックス、内打ちを通ってミグソロディ。さあ3コーナーを過ぎ、先頭が突き放しにかかります。先頭はウナエレーで、後続との差はまだ2馬身。2番手追走はユニボーンライオン。残り600のハロン棒を通過しました。さあイグイノックス動いた、アフグビッグターモア差を詰めてきた。そして間からスルーヘルンシーズ、ダノンザキッド差を詰めてきた。各馬第4コーナーを回って直線コースに向いてくる。イグイノックス4番手まで上がってきた。ユニボーンライオン追走、アフグビッグターモア現在5番手、残り200、一頭抜け出した。続いてユニボーンライオン、イグイノックス、イグイノックス、ここで先頭に立った。単独先頭イグイノックス、先頭でゴールイン。勝ったのはイグイノックス、2着入線はジオグリフ、3着にはダノンザキッド。勝ちタイムは2分10秒8、勝ったのはイグイノックス。各馬ゲートに収まり、スタートしました。人気のイグイノックス、あまりいいスタートではありません。早くも波乱含みの競馬となりました。先行争い、さて何が行くのでしょうか。
内の方からスーッとユニコーンライオンも出てまいります。それを追って村エレーで2番手の位置1マシンほど離れアフクビッグターボはその後方からダノンザキッド続いています。内を差がなくミグソロギー内を見るようにしてディープボンド各馬1コーナーを回ってこれから向こう上面へと展開します。外から差がなく青い帽子ジャスキンパレス、その外にイグイノックス続いています。内を差がなくブローザポーン、内にいるのはベラーズム、外目からはギオンミフ、黒いメンコはジェラルディーナ、この位置です。その後ろにはスルーセブンシーズン、ラチ沿いを回るのはライラック、そして最後方にブレイクアップ、先頭からしんがりまではおよそ15馬身、各ジョッキーの位置のぶつかり合い、熱いレースが期待できるでしょう。さあ先頭はどうなっているでしょう。現在先頭はユニコーンライオン、唯一の3歳がプライレーで、後にはアフクビックターボア、その後ろミグソロギー。さあ3、4コーナー中間、後続を引き離しにかかります。依然として先頭はユニコーンライオン、リードは3馬身、2番手追走はプライレーで、残り600のハロンボーを通過しました。7番ジャスキンパレス、ここで上がっていった。そして間からブローザポーン、内から差を詰めていくのはアフクビックターボア。第4コーナーをカーブして各馬直線コースに入ってきました。イグイノックス、ここから前を捉えきれるか。プライレーで現在2番手アフクビックターボア追走、残り200、一頭抜け出した。イグイノックス上がってきている。プライレーでここで先頭に立った。イグイノックスわずかにリード。ジャスティンパレス、プライレーで上がってきた。1着イグイノックス、2着入線はジャスティンパレス、そして3着にダノンザキッド。勝ちタイムは2分10秒6、勝ちましたのはイグイノックス。各馬ゲートに収まり、スタートしました。人気のイグイノックス、まずまずのスタートを見せています。先行争い、さあ何がいきますか。内の方からスーッとユニコーンライオン出てまいります。プライレーでこれを追走、少し遅れてダノンザキッド、その外にイグイノックス、内側にアフクビックターボア、並ぶ形、内側のこの位置にディープボンド、続いてブローザポーン、黒い馬体はジャスティンパレス、内に5番ブレイクアップ。各馬1コーナーを回ってこれから向こう上面へと展開します。競り合うようにして外イオンリフ、並ぶように内ジェラルディーナ、少し遅れてスルーセブンシーズ、内をじっくりとベラーズング、内を差がなくミグソロギー、離れた最後方はライラック、こういった体勢です。火花を散らす15頭、鞍上はどういう思いでこのレースに臨んでいるのか。さあもう一度先頭から見てみましょう。先頭は依然ユニコーンライオン、レースを引っ張ります。唯一の3歳馬プライレーでディープボンド、入れ替わってこの位置、外からアフクビックターボア、外から14番イグイノックス、ダノンザキッド少し下げたか、これをぴったりとマークするように7番ジャスティンパレス。さあ各馬ここから差を詰めていきます。先頭はユニコーンライオン、後続との差はまだ2馬身、これを追って2番手にプライレーで7番ジャスティンパレス、ここで上がっていったスルーセブンシーズ、差を詰めてきた。そして間からベラーヴィング、アフクビックターボア、差を詰めてきた。各馬第4コーナーを回って直線コースに向いてくる。イグイノックス5番手まで上がってきた。プライレーで現在2番手、アフクビックターボア上がってきている。ディープボンド現在6番手、残り200、ユニコーンライオン先頭、ここでプライレーで先頭、イグイノックス、イグイノックス、うちプライレーでイグイノックス、今ゴールイン、勝ったのはイグイノックス、2着にはジャスティンパレス。勝ちタイムは2分10秒2、勝ちましたのはイグイノックス。